Ừ, bữa nay mà ai máu nào nhập chị vậy mà. Cái bát nó được cay. Anh em ơi.初めて医師会の工場でこうチーフに任せられて、その時のお気持ちというか、あの日本語と仕事の中で責任を持ってあのチーフになったけども、うん、ちょっと心配しましたが、だん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 慣れてきて、もう今は大丈夫になります。あ、仕事は大変なのはあの後輩たちに聞いて、たくさんあの何十人も聞いて、一回で仕事を教えるのが一番大変ですね。あの何も知らないで日本に来て働いて、日本語もあまりよくまだ喋らなくて、うん、仕事も初めてやるので、いろんなことを教えないといけないから、あのちょっと大変です。うんうんうん、チーフとしてこうどういうふうなことを頑張っていきたいなとか。毎日仕事して頑張って早く終わらせるってことです。私たちがやったのは、その雪かきの仕方を、まあ、団地の居住者のご高齢の男の方にお願いして、で、まあ、雪をこう一回砕いてでそれを捨てるんだよっていうようなのを一回企画として、イベントとしてやったんですよ。でそれをしっかり守ってくれて、でもう多分自治会さんが喜んでいただけるぐらいのしっかりした今雪かきをしてくれてる、やっと補なんか足りないところを補えられる関係になれたっていうのが一番大きかったですね。どうですか、美味しいですか。美味しかったです。うまい。うわうわ、この継続で、まあ、普通に団地の日本人の方と外国人の方、まあ、普通に団地のお祭りだってことで集まってもらって、それに私たちがちょっとこう企画でお手伝いするっていう形を続けていくのが、まあ、本当の意味の共生、多文化共生ってことだと思う。今回も浴衣の着付けとかね、あの団地の日本人の方に手伝ってもらってますけど、頼んでなんかこう
カチカチの状態でやってるわけじゃなくて、なんとなく自然に頼みますって言ってると、あんだけちゃんと来てくれて、でやっぱり着せてあげてるとコミュニケーションも取れて、なんかあんた可愛いねって始まるのでああ私もですとか言うと、あの相手の理解を確認しながら進むことができる。なので、あのどんなに分かりやすい日本語でも全部一緒に言っちゃうとすごい分かりづらいし、僕はベトナムの上級化しただけ。えらい。私は毎日言うの。はい、しこじいね。かわいいしね。かわいく。そうそうそう。いいだろ。いいだろ。甘えん坊。可愛く。あ、これいいわ。久しぶり。お祭りは参加して楽しかったです。ばあちゃんとおじいさんと一緒に話して、日本語を勉強になりました。話すときは、いっぱい話して、生活とか文化とか、楽しかったです。日本で、なんか商材ない仕事はしてますから、ベトナム帰って食べ物の店は作りたいです。まあ、これからも多分増えていくと思うんですよね。でもっといろんな国の方が入ってくると思うので、まあ、そんな中でね、まあ、心のうちはこういうカラーなんだっていうのが定着するとすごくいいなと思って、kéo cành liễu đúng rồi, quay lại cười các nhìn lên chị, nhìn chị đúng không, che mất mặt đằng kia rồi. Hi, 今回はオタククイズですね。じゃあタクさん手を挙げてもらっていいですか。このタクさんが被ってる帽子だと思う人。皆さん食べましょうか。ケオラク、これはどういうお菓子ですか。ピーナッツのお菓子で。で、多分旧正月とかはみんなよく食べると思います。旧正月クリーム、形どう、美味しいです。今回は初めて小学生さんと一緒に交流したり、ベトナムについて文化、異文化などよく深く理解できいただいて本当に嬉しかったですね。